第9章人生と活動1。人生と活動。神は宇宙の命であり光であり喜びの源です。ちょうど太陽の光のように、また泉から湧き出る水の流れのように、祝福が神からすべての作られたものに流れ出ます。そして神の命が人の心の内に宿っていれば、どこであっても愛となり祝福となって他に流れていきます。私たちの救い主は堕落した人間を向上させて贖うことを喜ばれます。そうであればこそ彼はご自分の命を惜しまず、十字架を忍び恥をも厭いませんでした。天使たちもまた他の幸福のために働き、これを喜びとしています。利己的な人々は不運な人々、また性格や階級が劣った人々のために働くことは恥であると思っていますが、そのような仕事を罪のない天使たちがしているのです。天に満ち溢れているのはキリストの自己犠牲的愛の精神です。これこそ天国の幸福の本質とも言うべきものであって、キリストに従う者が持たなければならない精神であり、しなければならない働きです。キリストの愛が心の内に宿るとき、それはちょうどかぐわしい香りのように隠すことはできません。その清い感化は、この人に接するすべての人に感じられます。心の内にキリストの精神が宿っていれば、それは砂漠の泉のように流れ出てすべてを潤し、今にも死にそうな人に命の水を飲ませます。イエスを愛するならば、人類の祝福と向上のためにイエスが働かれたように働きたいと望むようになります。そして天の父の保護のもとにあるすべての作られたものを優しく愛し同情するようになります。救い主の地上における生涯は安楽な自己中心の生活ではありませんでした。彼は根気強く熱心に失われた人類の救いのために労されました。海馬桶からカルバリーに至るまで、彼は自己犠牲の道をたどり、至難な技や困難な旅路などいかなる労苦も避けようとはなさいませんでした。彼は人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来た、マタイ 20-28 と言われました。これがその生涯の大きな御目的で、その他のことは第二義的なもの、付随的なものでした。神の御心をなし、神の御業を成し遂げることは救い主の食物でした。彼の働きのうちには私心とか私欲とかは全く見られませんでした。そのようにキリストの恵みに預かった人々は、喜んでどんな犠牲をも払い、キリストが命を与えた他の人々も天の賜物を受けることができるようにします。彼らはできる限りを尽くして、この世を少しでも住みよい世の中とします。真に悔い改めた者の心には必ずこうした精神が見られるようになるのです。人はひとたびキリストのもとに来るや否や、イエスがいかに尊い友であるかを他の人に知らせたいと望みます。人を救い清める真理は、どうしても心の内に秘めておくことはできません。私たちがキリストの義の衣をまとい、内住する聖霊の喜びで満たされているならば、黙っていることはできないはずです。もし主の恵みを味わい悟ることができたならば、何か言いたくなるものです。ピリポが救い主を見出した時のように、他の人々を主の御前に誘わずにはいられなくなるでしょう。そして彼らにキリストの美と見えない世界の現実性について話したいと思うでしょう。またイエスが辿られた道を踏みたいと熱心に願い、周囲の人々に世の罪を取り除く神の子羊を仰がせたいと切望するようになるでしょう。他人を祝福しようとする努力は、かえって自分自身の祝福となって戻ってきます。神が私たちを贖い、計画の一部に携わらせてくださるのはこのためです。
神は人に神の性質を持つ特権をお与えになりましたが、これは他の人に祝福を分かつためです。これは神が人類にお与えになる最高の栄誉であり、最大の喜びです。こうして愛の働きの共労者となる者は、創造主の最も近くにいるのです。神は福音宣伝の働きをはじめ、すべての愛の奉仕の働きを天使にお任せになることもできました。また別の方法によって目的を達成なさることもできました。しかし神は限りない愛をもって私たちを神、キリスト、天使と共に働く者として選び、自己を忘れて働くことから来る祝福、喜び、霊的向上に私たちを預からせてくださったのです。私たちはキリストと苦しみを共にすることによってキリストと一つになります。他人の幸福のためにする自己犠牲の行為はことごとく与える者の心をますます情け深くし、そして主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。2コリント8の9と記されている世の贖い主に一層近く結びつけます。こうして私たちを創造された神の目的を果たすときに初めて生きていることが私たちの祝福となるのです。もしキリストがその弟子たちに望まれたように働き、主に魂を導こうとするならば、私たちは神について一層深い経験とさらに広い知識の必要を感じ、飢え渇くように義を慕うようになります。こうして神に求めるならば、信仰は強められ、魂は救いの泉から思う存分飲むことができます。反対や試練に遭えば、かえって聖書に親しみ祈るようになり、ますます恵みとキリストの知識に成長し、豊かな経験に導かれるのです。自己を忘れて他人のために働く精神は、その人の性格に深さと落ち着き、キリストのような麗しさを加え、平和と幸福をもたらします。彼の抱負は高められ、怠惰とか利己心の余地はなくなります。こうしてクリスチャンの美徳を実行する人は成長し強くなり、神のために働きます。彼らは霊的なことをはっきりと理解するようになり、動揺することなく信仰に成長し、祈りにおいて力を増します。神の霊が人の心に触れて働くと、それに応えて心は清い調べを奏でます。このように他人の益のために我を忘れて働く者は、必ず自分の救いを全うするのです。